マニラアサは、バショウカバショウ属の植物。丈夫な繊維が取れるため、繊維作物として、経済的に重要である。名称のマニラは、原産地であるフィリピンの首都、マニラに由来する。分類上は、アサの仲間ではないが、繊維が取れることから、最も一般的な繊維作物である、アサの名がついている。他に、アバカ、セブアサ、ダバオアサとも呼ばれる。 フィリピン原産でボルネオ島やスマトラ島にも広く分布する。植物学的には多年層であるが、高さは平均6メートルに達するため木のように見える。これは同族のバナナと同様であり、外見もよく似ている。葉は楕円形で大きく、木部は鞘状で茎を包むようになっており、ここから繊維が取れる。マニラーサの繊維は、 植物繊維としては最も強靭なものの一つである。またマニラーサは水に浮き、太陽光や風雨などに対しても非常に高い耐久性を示す。船舶軽流用などのロープをはじめ、高級中身、織物などに用いられている。日本銀行圏の紙幣もこれにあたる。マニラーサは3の8ヶ月ごとに収穫される。成長した個体は根を残して切り倒し、幼少を引き剥がす。 残された根からは新しい植物が成長する。幼少からは肉質などを除去し、繊維だけを取り出す。繊維はセルロース、リグニン、ペックチンなどで構成されており、長さは1.5から3.5メートルである。これを寄り合わせるとロープができる。フィリピンでは1800年代からロープ用に栽培されており、1925年にはフィリピンでの栽培を見た。 オランダ人によって、スマトラ島に大規模なプランテーションが作られ、続いて、中央アメリカでも米国農務省の援助で栽培が始まった。営業北ボルネオでは1930年に商業栽培が始まった。第二次世界大戦前の日本人も、フィリピンのミンダノ島ダバオ市に渡り、朝栽培従事者が2万人に及んだ。その後設立された日本人墓地があった慰霊碑の前で、 2013年にロドリゴ・ドゥテルテ大統領が地域経済の発展に寄与したと評価する挨拶をしている。ありがとうございます。